そらル,ルさんがお友達だと思ってる人は大体友達だと思ってなくてそらルさんにとっての友達はまあまあ椎って僕と、うん、まあ正味浦坂と、まあ、リブさんあたりぐらい、うん、45人ぐらいですあとは友達じゃないのであまり信用しない方がいいです、うん、それ結構普通にさあの相手に言ったらさ <laughs> 泣かれるやつじゃないかお前の友達お前だけだぞ友達だと思って。<laughs> 中高生で言われたことある人いそうや,つ <laughs> いやまだ言うてだから,だからあれですよ僕とか浦坂とかを信用しましょうっていうあのね,今ね浦田さんも怪しいじゃないですかってコメントない確かに浦田さんとねそらるさんちょっと距離がありすぎる実際,実際えそうかな多分距離ないよ言うていやちょっと待って一人一人分ぐらいはある実際そうそうそう 僕と浦田さんよく遊ぶ僕と坂田くんよく遊ぶでしょ僕ソラルさんよく遊ぶでしょ坂田と浦田さんよく遊ぶでしょ、うん、坂田とソラルさんもなんか坂田とソラルさんの間での,そのリスペクトみたいなのがあるじゃないですか坂田がソラルさんをすごい慕ってるみたいなところがあるじゃないですかまあまあなんだけど浦田さんとソラルさんって直接的な関係があんまなかったんですよ実は、うん、いや多分ね浦田くんはね結構俺のこと好きだと思ううんそう浦田さんはすごいソラルさんのこと好きなんだけど、うん、ソラルさんがそれに対しての いいやいやそんなことないよ。<laughs> やめろよ。俺が悪いやつじゃねえかね。いやもう普通に冗談。あのあれゲーム取る前にね一緒にギターを弾いたりしててとても仲がいいです。やめろよそのちょっとカバーの仕方も。いやいや本当じゃないですか。そうかいやなんか多分ノリが似てるかな。なんかね親近感みたいなのがね二人の間芽生えてる。そらあれさんと浦田さんのノリ全然似てないよ。そうかな似てないですよ。浦田さんってだってあれですよ。 <な>あのー「うらたでーすえいや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 みたいな俺あんまちょっとそのゆらたくん知らないからさだからそ生放送とかだとそうらしいよねそれはその前ではそういう姿を出さないっていう俺の前だと俺よりテンション低くない <laughs> 黙んのやめろよ<笑><笑>もしかしたらそれはうんあれかもしれないんか理由があるのかもしんないや,やめろ <laughs> お前その船仲説を立ててくのや <laughs> <laughs> 本当にいや言うてあれだよ。なんか浦田さんが緊張してたんです。あの遊ぶ前にあ,そあのソラルさんにそのどうやってこう変にこうゆったりしてこう変なこと言っちゃわないか心配なんだって言うからうんソラルさんすぐそんな怒るような人じゃないからもう好き放題言っていいと思いますよって言ったんですけどまた、あ、初回だから静かにするわ、うん。く言ってたよ浦田くん大丈夫。うん。<laughs> <laughs> 遠慮とは一体。 まあ、まあ怒ったりしないけどね何言われても別にうん <coughs> <coughs> えやめてちょっとお前のせいでなんか本当に仲悪いみたいになってると思われ <laughs> いや全然仲悪くない全然仲悪くないなんかねまふまふはねこうね裏坂とね放送とかしてるとね不仲説をねえ違う違うあの面白いじゃないですか面白い <laughs> いやこれあのこれはそのなんだろう逆に相談されたことなんですけど あの浦田さんだったかな、うん、誰かがなんかそのいやなんかマフに、うん、マフにその浦田さんが嫌われてるというかそのマフマフが浦田さんのことを嫌がってるみたいなことを思ってる人がいるっぽいってことを浦田さんかなんかから言われて<ら>いや全然そんなことないのに、うん、えそんなのあるんですねって言って、うん、それからなんかこう面白いねって話になっただけ実はとても仲いいあななんか説ネタなんだネタですネタ完全に 全然、全然多分ね、あのね、うん、まあ、みんな別に誤解もしてないだろうけど。言うて、その、この間なんて、だって、うち泊まりきてさ、うちセミダブルのベッドだから、そこにこう。布団が足りないから一緒に寝ましたもん、うん、そこ。一緒に寝ました、ちゃんとあれですよ真ん中にこう仕切りをして、枕二つ用意して、寝たんだけど。うん、浦田君、収まり良さそうだよね。ねそうなん動かないです、寝てる時そは浦田さんはそういうことじゃない。慎重的にさ。 サマリの良さそうな身長だよね。そう、放送中に村田さんをディステいくク、ソラルさん。村 <laughs> 田さんの低身長をディスって攻撃していく。イイ160くらいあるでしょ。新田さんそう 160, 160あったかなえあれ ?160 ありましたっけあるでしょう。161とかじゃなかったっけそんくらいだったかなう,うん。そうん。村田さん。 こうね、だってさ身長十1 5ンチぐらいがさ、うん、こうベストのカップルのさ、うん、身長差って言うじゃん、うん、だいたいお前と浦田君の身長差さ,さ1 <laughs> 5ンチ浦田さんがツイッターで今噂されてる気がするってツイートして早えな <laughs> <laughs> 浦田君163らしい,い4って人と3って人がいるだからお前とちょうど1 5ンチ差だよ僕 僕そんなありましたっれらお前マちっちゃかったっけえ7ぐらいああそ,そうだねそう僕が147ぐらいで <laughs> マジ大丈夫俺とお前ライブ出てるけど一緒によく178です <laughs> 178ですよろしくお願いしますはい178ですよろしくお願いしますいいよなー俺もあと4センチぐらいあったらな <laughs> 178です 178です 60, 60キロぐらい,ですいやうるせえな分かったよ羨ましいよえっっそらさんもそうですよね俺76あれそうだっ,たっけそうだよ、うん、ちょっと負けてるあと髪盛られるから、うん、もっと大きく見えるおあと足が長い足は <laughs>、まあ、俺の方が長いいや足も黒が長いいいやいやそんなことないよそんな な,ないよ。ソラルさんは。じゃあちょっと二人のさ水着の写真集出そう。え <laughs>